31日、麻生区新入ヶ丘駅前に川崎市アートセンターがオープンしました。アートセンターは劇場と映画館からなる芸術文化施設です。市民が質の高い芸術文化に気軽に触れることや若手アーティストの育成を目指しています。テープカットの後、オープニングセレモニーが行われ、麻生区とゆかりの深い故今村翔平監督がカンヌ国際映画祭で受賞したパルムドールのトロフィーの受託式も行われました。アートセンター内のアルテリオ小劇場、最大214人を収容できるこの劇場は、古典からコンテンポラリーまでさまざまなジャンルに対応する可動式舞台が魅力です。ミニシアターアルテリオ映像館、113席の映画上映スペースで35ミリフィルムからデジタルシネマまで対応可能な映写設備を完備しています。新百合芸術の街構想の新たな拠点、川崎市アートセンター。充実した設備を生かし、新百合オリジナルの芸術の創造発信交流が期待されます。